ジャスティン・バーレル、ジェローム・メイセ、神里和、片岡正春、この5人でスターティング5、今日戦っていきます。チーム最年長キャプテンの一人、今野翔太、そして松崎健人、今日も安心安全のガードコンビは今野と松崎で組んでくる。今野には片岡が激しくプレッシャーをかけるが、中切れ込んで堂原、コーナーからハインズが打つ、決めた、ハインズのスリーポイント、コーナーから。第2クォーターはお互いのオフェンスも活発化してくるでしょうか。岡田、鋭いドライブ見せて浮かせて決める、岡田大輝。中西、ハインズへ、ハインズ、寺澤が足を使って追い回しますが、タフショット、ハインズが決める。澤部、ここが奪った、ジョーンズからハインズ、スピードに乗ってダンク、決めていきました。エンドラインインバウンズ、バーレルへ、さあものすごい勢いで駆け上がっていく、澤部決めた、駆け抜けた澤部啓太。またバーレルがポストでバックダウン、ファールがあった、決まる、N1。 中谷、さらにエクストラパス、厳しい体勢から浜田がさらに逆サイドのコーナーへ、谷直樹スリーポイント。さあ無防止、ハンドオフ渡して谷、デクワン・ジョーンズ、ジョーンズのスリー決めた、ジョーンズまたスリー決めた、デクワン・ジョーンズ。堂原と岡田、岡田を剥がして中、浜田がミドルラインを突き破る、なんとか回収して澤部のドライブ、ここもターンオーバーになるのか、なんとかつないで片岡のスリーは決まった。ここもやっぱりバーレルのポストだ、ローポストが決めた、ショートコーナーから、勝負の一本託したのはバーレルでした。寺澤が飛ぶ、寺澤が飛ぶ、入れる、堂原、堂原スリー放って決めた、決めた、ベンチから全員飛び出す、全員飛び出す、